はい、どうもゆうじです。今回はウェブ制作はオワコンである、勉強するのは今からじゃ遅いっていう主張に対して完全論破していきたいと思います。たまに Twitter のフォロワー数が多い人とか YouTube の登録者数が多い人がウェブ制作はオワコンだ、低単価案件の奪い合いに巻き込まれるっていう人がいます。最近では便利なノーコードツールとかローコードツールとかも出てきて、本当に簡単な作業しかしないウェブ制作の人員は簡単に代替されるとも言っています。大体の人はこんな感じのことを言ってウェブ制作に対してネガキャンをしてるんですけど、ただ自分から言わせてみれば半分は正しいんですけど半分は大いに間違っています。これはポジショントークでも何でもなく誰もが納得する明確な理由があるので、ぜひ最後まで聞いてください。おそらくこの動画を最後まで見てくれたら自分の主張に対して反対するインフルエンサーも初学者も誰もいないと思います。さっきウェブ制作のネガキャンをする人に対して半分は正しいんだけど半分は間違ってるってことを言いましたよね。じゃあ具体的にどこが正しくてどの部分が間違ってるのかっていうことに関して具体的に説明していきます。プログラミングの勉強をやっている人、またはこれから始めようと思っている人はいつものことながらめちゃめちゃ有益な内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。今回の内容が少しでもいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは早速いきましょう。まずはどの部分が正しいのかについて説明していきます。正しい部分っていうのは2点あって、まず1つ目はウェブ制作は低価格競争に巻き込まれやすいということ、そして2つ目が将来的にノーコードツールとかローコードツールによって代替されるということです。まず1つ目の低価格競争に巻き込まれるっていう点についてなんですけど、これに関してはウェブ制作会社への営業とかだったら全然マシなんですけど、ただココナラとかランサーズとかクラウドワークスみたいなクラウドソーシングを使ってる場合はめちゃめちゃ競争が激しくなってますよね。クラウドソーシングで実際の案件を見ていただいたら分かるんですけど、1個の案件に対して50人とか60人とか余裕で集まってくる時ってありますからね。マジで人気の案件になると100人ぐらい集まってきますからね。工学部の女子に群がる男子ばりに集まってきます。そうやってめちゃめちゃ人が集まってくるとライバルがかなり多くなるので、できるだけ自分が選ばれやすくなるように自分が提案する金額っていうのを下げざるを得なくなるんですよ。クライアントからすると提案してくれる人なんて山ほどいるので、高い金額を提示してるとよほどの実績がない場合はフル仕方されます。ウェブ制作っていうのは誰でもできるっていうのはいい点ではあるんですけど、ただ裏を返したらライバルが多くなりがちで、提案する金額、受注できる金額っていうのを下げざるを得なくなるのは確かです。でもまあ営業が上手い人は全然月に60万70万マックスで90万稼いでる人も見たことがあるので、全然そういう人は問題ないんですけど、ただ一般的に言えばやっぱりそういう問題があるっていうのは確かです。次に進化したノーコードツール、ローコードツールによって代替されるっていう点に関してなんですけど、これはウェブ開発案件に関しても例外ではないんですけど、ただ間違いなくウェブ制作案件の方が先に代替されます。最近では株式会社つなぐ AI っていう会社がデザイン素材をアップロードするだけで自動的に HTML とか CSS を生成してくれるようなサービスを作りましたよね。このサービス自体はどこまで普及するかは分からないんですけど、ただ間違いなくこれから AI を使ったサービスによってフロントエンド開発はどんどんと代替されていくと思います。バックエンドの開発ですら Firebase が出てきたことによってバックエンドエンジニアがいなくても簡単に Web アプリケーションを構築できるようになりましたよね。こんな感じでフロントエンド開発、バックエンド開発ともに AI を使ったノーコードツールとかローコードツールによって代替される未来っていうのはもう間違いなくきます。そしてフロントエンド開発とかバックエンド開発の中でも一番難易度が低いウェブ制作案件っていうのは一番初めに代替されるのは確かですね。これまで言ってきたことに関してはインフルエンサーとかスクールが言っていることは間違いなく正しいです。じゃあ一体どの部分が間違ってるんだっていうことに関して次から紹介します。次にウェブ制作をネガキャンする人の意見の中でどこが間違ってるのかに関して説明していきます。これから紹介することこそが一番重要なポイントであって、この動画で一番自分が言いたいことです。間違ってるのはどの部分かというと、それはズバリウェブ制作はオワコンであるっていう主張です。ウェブ制作は確かにライバルが多くなりがちだし、将来的にノーコードツールとかローコードツールによって早めに代替されることになると思います。でもオワコンではないんですよ。ウェブ制作案件とウェブ開発案件の両方を経験した身から言うと、効率的にお金を稼ぎたいとか自由度の高い生活を送りたいと思ってるんだったら、むしろウェブ制作の方を選ぶべきです。ウェブ制作はオワコンどころか、効率的にお金を稼ぎたいとか自由度の高い生活を早く送りたいと思ってるんだったら、ウェブ制作方面に行った方が明らかに近道です。ただ自分がウェブ制作を選ぶべきだと思ってる人はコーディングの仕事にあんまりこだわってなくて、とにかく効率的にお金を稼ぎたいとか、とにかく早く自由度の高い生活を送りたいと思ってる人だけです。どうしてもコーディングを仕事にしたいんだとか、2、3年間は客先常駐してもいいんだったらウェブ開発の方に行ってください。
ウェブ開発の転職とか勉強をサポートしているインフルエンサーとかスクールとかはポジショントークでウェブ制作単体だけを比べてウェブ開発の方が絶対いいよ、ウェブ制作はこんなところがダメだよみたいな感じでネガキャンするんですけど、それはあくまでウェブ制作単体で見てるからそうなるわけです。単体で見たらそれはウェブ開発に負けますよ。自分たちのオンラインサロンに入会してほしい、自分たちのスクールに入ってほしいと思ってるからウェブ制作のネガキャンをして、とにかくウェブ開発の方を押すわけです。さっき自分は効率的にお金を稼ぎたいとか早く自由度の高い生活を送りたいと思っている人はウェブ制作方面に進むべきだと言いました。ここでのポイントは、自分はウェブ制作を選ぶべきだと言ってるんじゃなくてウェブ制作方面に進むべきだと言ってるんですよ。方面なんですよあくまで。じゃあなんで効率的にお金を稼いだりとか、あとは自由度の高い生活を送りたいと思っている人はウェブ制作方面に進むべきかについては山ほど理由はあるんですけど、主たるものはこの3つです。まず1つ目はウェブ制作の案件っていうのはマーケティングの仕事も巻き取りやすいから。そして2つ目がウェブ開発と比べるとそれほど勉強が大変ではないから。そして3つ目がすぐに独立、すぐにリモートワークできるから。1つ目が効率的にお金を稼ぐっていう部分で、そして2つ目と3つ目に関しては自由度の高い生活を送れるっていう部分に該当します。この3つに関してはウェブ開発の方に行くとほぼ全部実現不可能です。まず1つ目のウェブ制作はマーケティングの仕事も巻き取りやすいっていうところに関してなんですけど、ウェブ制作っていうのはサイトを作った後に広告運用もしますよとか LINE の運用もしますよとか SEO 対策もしますよとか、上流の仕事もめちゃめちゃ提案しやすい環境にあるんですよ。クライアントとしてはもちろんなんですけど、サイトを作ることがゴールなんじゃなくて集客して自分のサービスとか商品を制約させることに目的があるわけですよね。このサイトを作って集客してそして制約率を上げるっていうこの流れにおいて、ウェブサイトを作る人っていうのはこの入り口の部分を担当してるに過ぎないんですよ。ウェブ制作をする人はサイトを作って終わりじゃなくて、ちゃんと作った後にちゃんとクライアントの本来の目的である集客してそして制約率を上げるっていう部分までコミットしてください。このサイトを作った後にマーケティングの仕事ができるんだったらめちゃめちゃウェブ制作をやる価値はあります。ただこれができないとかやりたくないっていうんだったらウェブ開発の方に行ってください。自分はこの動画でも過去の動画でもウェブ制作はおすすめですよって言ってきたんですけど、それはあくまで上流のマーケティングの仕事まで巻き取った場合だけの話ですからね。入り口のサイトを作る部分しかやっていなかったとしたらライバルがめちゃめちゃ多くなっていくし単価も下がっていくので、できるだけ早く上流のマーケティングの仕事も巻き取れる人材を目指さないといけないです。ウェブ制作単体しかやっていないと確かにライバルも多くなるし単価も低くなるんですけど、ただマーケティングの仕事も巻き取れる人材っていうのはまだまだ少ないので、これができるようになるとライバルが多いとか単価が低いなんていうデメリットは関係ないです。そしてノーコードツールとかローコードツールによって代替されるっていう点に関しても我々はあくまでウェブマーケターがメインの仕事なので、その最初の入り口の部分であるウェブサイトがノーコードツールとかローコードツールで簡単に作れるんだったら、それはむしろラッキーですよね。ウェブ制作単体を仕事にしてる人はノーコードツールとかローコードツールによって代替されて大ダメージを受けるかもしれないんですけど、ただ我々はウェブ制作を踏み台にしてウェブマーケターを目指してるわけなので、この踏み台の部分は別にノーコードツールでもローコードツールでも何でもいいわけですよ。ただただクライアントとコネクションが作れて潜り込めればそれでいいわけです。むしろローコードツールとかショッピファイみたいなノーコードツールが進化していって、それも扱えるようになるとウェブマーケターとしてはクライアントの数がもっと増えるし提案できる数も増えますよね。むしろ大歓迎すべきものです。ウェブ制作単体で戦おうとしてるからノーコードツールとかローコードツールが敵になるわけです。でもウェブマーケターになってしまったら全部が味方になるんですよ。しかも将来的にノーコードツールとかローコードツールが主流になった時にウェブ制作で鍛えたコーディングのスキルっていうのがこっちのカスタマイズするのにもめちゃめちゃ役に立ちますよね。そしてウェブ制作を勉強する過程で得た IT の知識も全部役に立ちます。ここまで話したらもう分かってくれると思うんですけど、ウェブ制作ではなくてウェブマーケティングの方に徐々に徐々にシフトしていくことによってウェブ制作のデメリットは全て消えましたよね。むしろデメリットだと思っていたものがちょっと働き方を工夫して上流に上がっただけで逆にメリットになったくらいです。巷のインフルエンサーとか大手のスクールとかはこのウェブ制作を単体で見ていろいろとデメリットと称してペラペラと喋るわけです。勘違いしてはいけないのはウェブ制作単体に価値があるんじゃなくてウェブマーケティングにつなげやすいっていうところにこそ価値があるんですよ。それはウェブマーケティングにおける入り口の部分しか担当していなかったらそれはライバルも多くなるし単価も低くなって当然ですよ。でも我々は違います。我々はウェブ制作がしたいんじゃなくてウェブマーケティングがしたいんですよ。ウェブサイトはウェブマーケティングをするためのつなぎでしかないんですよ。つまりウェブサイト制作っていうのはウェブマーケティングの仕事を取るための営業道具でしかないわけです。よほどブログとかツイッターとか YouTube とかインスタグラムで実績がないといきなりマーケティングの仕事を取るのは難しいです。自分だったらブログとか YouTube
YouTube とか Twitter を短期間でめちゃめちゃ成長させて、あとは商品もバンバン自分で売ってるので、自分の実績を示すことによって簡単にマーケティングの仕事は取れるんですけど、ただ他の人はそうはうまくはいかないです。いきなりクライアントに対してマーケティングの仕事が取れるぐらい目立った実績がない人にとって、このウェブサイト制作のスキルっていうのはかなり役に立ちます。ちゃんとした実績がないと Twitter とか Instagram とか YouTube の運用しますよとか SEO 対策しますよとか、そんなことを言ってもなかなか相手にしてもらえないです。でもウェブサイトを作りますよだったら絶対に相手にしてもらえますよね。そしてサイトを作った後についでに広告運用しますよとか SEO 対策しますよっていう風に持っていくわけですよ。何も隠そう、あのマナブさんがエンジニアとして年収1800万円を稼いでた時の稼ぎ方がこれです。マナブさんはエンジニアでも何でもないですからね。皆さんももう分かってるかもしれないんですけど、あの人は優秀なウェブマーケターですよ。マナブさんがエンジニアをして年収1800万円稼いだって言ってるのを、ウェブサイト制作をして1800万円稼いだって思ってるんだったら、まだまだ勉強が足りないです。この動画を100周してください。ウェブマーケティングとしては広告運用とか SEO 対策とか比較的勉強したら誰でもできるようなところから始めて、最終的には SNS の運用もできたらもう完璧ですね。ウェブ制作がオワコンではない理由に関しては、さっきのマーケティングの仕事を巻き取りやすいからで十分なんですけど、でもまだまだ理由はあります。それは2つ目のウェブ制作方面っていうのは、ウェブ開発と比べるとはるかに勉強が楽だということです。ウェブ制作方面で覚えなければいけないことって、せいぜい HTML、CSS、JavaScript、WordPress、 そして Shopify みたいなノーコードツールとかローコードツールぐらいですよ。そしてマーケティングの部分に関しては、広告運用とか SEO 対策とか SNS の運用のノウハウがあれば、もうそれだけで十分に仕事ができます。今言ったような知識って Ruby とか PHP とか Vue.js とか React とか Angular とか Go とか、その辺の言語と比べるとはるかに簡単ですよ。 HTML と CSS に関してはプログラミング言語でも何でもないし、しかも Shopify とかローコードツールとかってそもそもプログラミングすらしないです。 JavaScript はできた方がいいんですけど、ただ本格的なフロントエンド開発をしようとするわけじゃないので、本当に基礎的な部分と、あとは jQuery が触れたらもうそれだけで十分です。しかも今言ったようなウェブサイト制作のスキルとかマーケティングのスキルっていうのは、ウェブ開発の方と比べるとそんなに頻繁にアップデートされないんですよ。だってウェブサイト制作の方なんかはずっと必要なスキルって HTML と CSS と jQuery と WordPress ですよね。ずっとそのスキルセットだけですよね。マーケティングの方に関しては、最近 YouTube とか LINE の運用とかが結構人気になってきてるんですけど、ただ SEO 対策とかリスティング広告の運用とか、その辺の知識はずっとこれまでと一緒ですよね。確かに SNS マーケティングをしようとすると、 SNS のプラットフォームっていうのは結構いろいろ出てくるので変化はあるかもしれないんですけど、 SNS 以外に関してはそんなに頻繁にアップデートはされないです。だって Google の SEO 対策とか広告運用っていつからあります？あれまだ使ってるんですよ。っていうか今でも全然健在のスキルなわけです。ただ一方で Web 開発の方は技術トレンドの移り変わりが早くて、高頻度に知識をアップデートしないといけないです。そうやってマクロで見ても変化は激しいんですけど、会社の中だけのミクロな視点で見てもめちゃめちゃ変化が激しいんですよ。つまりどういうことかというと、会社内で開発チームが異動になったりとか、あとは開発してる言語を入れ替えたりとか、そういうことが起こるということです。開発チームが変われば、もちろん使ってる言語も変わる可能性があるし、しかも今作ってるプログラムを違う言語で書き換えますとかなったら、自分が触ったことがない言語を一から覚えないといけないっていうことも高頻度であります。めちゃめちゃでかい企業で縦割り感がすごい会社だったらそういうことも少ないかもしれないんですけど、ただ我々未経験が入るのって大体ベンチャー企業ですよね。ベンチャー企業ってそういうことって本当に日常茶飯事でありますからね。ウェブ開発の方はマクロでの変化も激しいし、ミクロで見てもめちゃめちゃ変化が激しいんですよ。とにかくずっと勉強を続けないといけないし、ずっと勉強しないとついていけないんですよ。これだけ日頃から勉強量が多かったら自由度の高い生活を送れてるとはちょっと言い難いですよね。このウェブ開発方面の勉強量の多さに関しては、ウェブ開発を推しているインフルエンサーとかスクールでも絶対に全員が認めざるを得ない事実です。ウェブ制作がオワコンではない理由はまだあります。ちょっと疲れたかもしれないんですけど、もうちょっとだけ頑張ってください。それぐらいいっぱい理由があるんですよ。ウェブ制作がオワコンではない理由の3つ目は、すぐに独立できてすぐにリモートワークできるからです。ウェブ制作案件の方はウェブ開発案件と違って現場での経験が一切いらないので、速攻で独立することができます。 Twitter とかでも3ヶ月とか半年とか頑張ってウェブ制作の案件を獲得してすぐに独立してる人ってたくさんいますよね。ただウェブ開発の方は未経験がいきなり独立していきなり案件を獲得するなんてもう絶対に無理です。必ず何かしら特定のスキルの実務経験が1年以上ないとエージェントにも全く相手にされないです。リモートワークに関してもウェブ開発の方に関しては1年とか2年ぐらいの実務経験じゃすぐにリモートワークになるのは難しいです。だいたい
体が客作常駐になります。現場での実務経験が大体3年から4年ぐらいあったらリモートワークの案件にも簡単にジョインできるかなって感じですね。自分の身の回りのエンジニアでも実務経験1年を積んだだけでリモートワークの案件にジョインしてる人ってあんまりいないです。本当に3年ぐらいになったらちょっとずつ増えてくる感じですね。つまりウェブ開発案件の方でリモートワークをしようとすると大体通常であれば3年から4年かかると思ってください。早かったとしても大体最低2年はかかると思ってください。一方でウェブ制作案件の方は繰り返しになりますけど早かったら3ヶ月で、もうちょっと遅れたとしても半年ぐらいあったら案件を獲得して簡単に独立することができます。リモートワークをするのにかかる時間としてはウェブ制作の方が3ヶ月から半年、そしてウェブ開発の方が2年から4年ぐらいです。もう全然違いますよね。どっちの方がより自由度の高い生活を早く送れるかどうかはもう火を見るより明らかです。しかも大体はウェブ開発の方に行った人も勉強がしんどいので3年も4年も持たずに脱落する人が多いです。ただ頑張ってウェブ開発案件の方で3年ぐらい実務経験を積んでリモートワークすることができるようになったらこっちの方がリモートワークをしながら高単価の案件を受注できるからいいんじゃないかって思う人がいるかもしれませんけど、すいません、それはちょっと違います。ウェブ開発ができるエンジニアよりもマーケティングの仕事を巻き取れるウェブ制作者の方がすいませんけど明らかに稼げます。今マーケティングの仕事を巻き取れるウェブ制作者の方が明らかに稼げるって言ったんですけど、明らかに稼げるのはちょっとできる人です。でもあんまりできない人もまあトントンには稼げますよ。上流の仕事を巻き取れるっていうのはそれだけ強力なことであって、このマーケティングスキルっていうのはそれだけ高く売れるんですよ。マーケティングの方を巻き取れるウェブ制作者っていうのはすぐに独立もできるし、すぐにリモートワークもできるし、しかも3年の実務経験を積んだウェブ開発の人よりも明らかに稼げるってなったらもうどっちが美味しいか分かりますよね。しかも勉強もしなければいけないっちゃいけないんですけど、ウェブ開発の方と比べると全然その必要はないんですよ。なんでこんな効率的にしかも自由度の高い働き方ができるかっていうのは、それはもちろん上流の仕事だからですよ。お金持ちは全員マーケターです。ウェブ開発をする人っていうのは確かに高度な職人ではあるんですけど、ただあくまで下流の仕事なんですよね。この下流である限り上流の仕事には絶対にかなわないんですよ。だから俺は絶対にコーディングを仕事にしたいんだって思ってる人以外はウェブ制作を入り口にしてウェブマーケターを目指してください。勉強がめちゃめちゃ大変やし、すぐに独立もできないし、すぐにリモートワークもできないけど、コーディングをどうしても仕事にしたいんだとかものづくりがしたいんだって言うんだったらウェブ開発の方に行ってください。ウェブ制作の方に行くかウェブ開発の方に行くかはもう完全に趣味思考の世界です。自分の場合はコーディングの仕事に一切こだわっていなくて、とにかく効率的にお金を稼ぎたいと思ってるだけなので、ウェブサイト制作のスキルをベーススキルにして、そしてウェブマーケターになる道を選択しました。ウェブ制作方面に行った場合はマーケティングの勉強が重要であることは分かったんだけど、そもそもマーケティングってなんだとか、マーケティングの勉強ってどうやってすればいいんだとか、何を勉強すればいいんだっていうことを思ってる人がいるかもしれないんですけど、安心してください。概要欄にウェブマーケティングの入り口となるウェブサイト制作の学習教材があるんですけど、ただそれと合わせて来年の1月か2月あたりにウェブマーケティングもカバーした教材を格安でリリースしようと思ってます。まずマーケティングってそもそも何ぞやとか、商品ってどうやって開発すればいいんだとか、あとは SEO 対策とか広告運用とか、自分のお箱である SNS 運用に関するノウハウとかも全部そこに詰め込もうと思ってます。それでは今回の内容はこれで以上にします。今回の内容が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。